実情院実情院明治37年11月30日は、五三ス紀州藩藩主、徳川成行の側室で、江戸幕府十四代将軍、徳川家持の聖母。名前は、三佐、三サ子。三木、お三木の方とも。聖家は、紀州藩の後家で、国高戦国の桜井松平家血統の旧将、松平家である。同家は、東東海国浜松藩主。 松平忠頼の産男で、松平貞勝の養子となった、松平忠勝が、駿府城にいた頃の徳川頼信に引き取られて、創始された家で、忠勝は、その後、暇をもらって、山城国に関境する。二代目の茂行は、明暦元年に、霧前二百国で召し出されて、後に、紀州藩の寄合組公家の列となる。安永五年に、 同じ旧正系の松平図書家と共に皇家に列する。文化七年の家中監督人名帳に、千国皇家上座、松平六郎衛門とある。家門は青い、九洋門。四代目の忠秀では、紀州藩大番党、千国に昇進。七代目で、実上院の兄である伊佐尾の代で、家持のお父であるために三千国に数をされ、実上院が江戸城に引き取られると、 これに同行して三千国の江戸幕府旗本に転属して幕府新万党に就任し折部の神を称する。他方で紀州藩に残ったような弟の忠広は兄が旗本に転属すると新規に召し出されて千国及び紀州藩寄より合い代々後家の列となり大万党に昇進。しかし第二次長州征伐で出陣し岩見国において 長州藩に敗北した責任を取らされて原告となり、やけになった忠広は飲酒報道にふけり没落した。文政4年に松平六郎衛門神の子として生まれ、天保3年7月1日に紀州徳川家にお継ぎ飯出しとなり、川詰めとなり、天保5年に重老となって、後に藩主、徳川成行の側室となる。 天保14年8月28日にい日目を出産し、同年11月24日に若年寄り格となるが、天保15年にい日目は溶接する。その後、高下2年になりゆきの性質の豊姫が、高下3年5月には成りゆきも死去する。しかし、その年のうちに、江戸赤坂の奇襲判定で菊地を生む。俗に、奇襲三河に種があると言われる。しかし、 その時にはすでに成行は没しており、後継の徳川成勝の命で、菊池代の養育のため提発預かりになる。成勝が没し、菊池代が成勝を継いで数え4歳で13代藩主となり、元服して義富と名を改め家督を継ぐと、落職して実上院の因号を名乗った。安政5年、義富が14代将軍家持として13歳で江戸城に入ると、 文久元年2月16日から18日に、実上院も将軍聖母として、兄のうと共に、江戸城本丸に引き取られ、大奥に入った。将軍聖母の住まいである、新御殿には、仙台将軍、家貞聖母本住院が、五代所御殿には、仙台将軍家貞御五代所天将院が、院が居住していたため、実上院は、執法の間に居住した。 それまで、執法の間に居を構えていたお年寄り、滝山は、実上院の入居に伴い、執法の間から鶴の間に移動した。文久二年には、人公天皇王女で、公明天皇公前の和宮を家持ちの正室として、江戸城に迎え入れる。実上院は、派手好きで、朝から酒を飲み、乱畜騒ぎを起こすこともあったという。慶応二年に、家持ちが、 大阪城で21歳で没した後も江戸城に居住し、慶応4年に官軍による江戸会場に伴い、政官院の宮と共に、田安徳川家の屋敷に移った。明治37年に、東京駄長屋の紀州徳川邸において84歳で死去し、官営寺に本住院と並んで葬られた。法名は、実情院連清志三沢洋言武大師。ありがとうございます。